シャークノーズは、サメの花のように尖った形態、およびその形をした対象物の名称。自動車や航空機、鉄道車両での使用例がある。フェラーリ156回1自動車における、シャークノーズという名称は、1930年代から1940年代の流線型の自動車に付与された愛称である。その講師は1936年のウイリスのもので、 第二次世界大戦が始まるまで製造された。この名称は1938年のグラハムページのスプリット・オブ・モーションや1940年代のナッシュのハドソンモデルでも使用された。フェラーリ156回1にもその外観からシャーク・ノーズの相性が付与されている。戦闘機でこの形態が多く採用されており、ノーズアートにおいてもサメを描いた例が多数存在する。 100系新幹線電車シャークノーズの愛称を持つ鉄道車両には新幹線の100系、200系やアメリカ合衆国のボールドウィン製ディーゼル機関車の例がある。ボールドウィン RF-16 アメリカのボールドウィンロコモティブワークスがペンシルバニア鉄道のために製造した一連のキャブ、ユニットタイプの電気式ディーゼル機関車の愛称。 そのデザインはインダストリアルデザイナーのレイモンドローウィによる。同性能の機関車で丸みを帯びた車体形状のものはベビーフェイスと呼ぶ。シャークノーズと呼ばれるボールドウィン製の機関車は3、形式存在する。旅客用の形式は PRR のみが所有し、貨物用の形式は PRR 以外の鉄道会社、ニューヨークセントラル鉄道、ボルチモアドハイオ鉄道、 エルジン・ジョリエット・イースタン鉄道も所有した。本タイプを購入した鉄道で、最後まで使用したのは NYC であった。使用を停止した後、1967年にマノンガ・ヘイラ鉄道に1両6000ドルで譲渡した。1972年にロードナンバー1205号、1216号の2両を除き、解体された。その2両も1976年にスクラップとして、 売却されたが、デラウェアハドソン鉄道が、スクラップ業者より購入し、解体を免れた。二両は、ミシガン州のカストロライトが購入し、1978年からリース車両として、ミシガンノーザン鉄道で使用された。ありがとうございます。